単語は、五節句の一つ。単語の節句、勝負の節句とも呼ばれる。日本では、単語の節句に、男子の健やかな成長を祈願し各種の行事を行う、風習があり、現在では、グレゴリオ歴の5月5日に行われ、国民の祝日、子供の日になっている。少ないながら、旧歴や月遅れの6月5日に行う地域もある。なお、中国語圏では、 現在も、旧暦5月5日に行うことが一般的である。旧暦では、馬の月は5月にあたり、5月の最初の馬の日を、節句として祝っていたものが、後に子が重なる5月5日が、単語の節句の日になった。単は、はじめ、最初という意味であり、単語は5月の最初の馬の日を意味していたが、馬と子が同じ発音、馬まいなであったことから5月5日に変わった。 同じように、奇数の月番号と日番号が重なる3月3日、7月7日、9月9日も、節句になっている。恋のぼり江戸時代の節句の様子。左から、恋のぼり、門をあしらったのぼり、長気を描いた旗、吹き流し。日本の礼儀と習慣のスケッチより、1867年、出版、歌川広重5月人形の段飾り1957年頃、 カブの飾り物単語説に勝負などの多種の薬草を薬除けに用いることは中国の南朝領隋朝の文献に記されており、勝負は刻んで酒に混ぜて飲むとある。日本では勝負を紙飾りにした人々が宮中の武徳殿に集い天皇から楠玉を賜った。かつての貴族社会では楠玉を作りお互いに送り合う習慣もあった。 宮中の行事については、奈良時代に、すでに、勝負のカズラ等の記述が見られる。鎌倉以降の時代になると、勝負が、勝負と同じ読みであること、また、勝負の葉の形が剣を連想させることなどから、単語は、男の子の節句とされたと、仮説されている。そして男の子の成長を祝い、健康を祈るようになった。鎧、兜、刀、武者人形や金太郎。 武蔵坊弁慶を模した五月人形などを室内の飾り団に飾り、定前に恋のぼりを立てるのが現在に至る典型的な祝い方である。鎧兜には男子の体を守るという意味合いが込められている。江戸時代まで田んの日に子供は河原などで石合戦をする印字打ちという風習があったが、負傷者や死亡者が相次いだために禁止となった。また、 印字打ちが禁止になった後、勝負を刀の代わりにした、勝負切りというチャンバラが流行した。単語の日にはカシワ餅を食べる風習がある。カシワ餅を食べる風習は日本独自のもので、カシワは新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、家計が絶えない縁起物として広まっていった。なお、男の赤ん坊を持つ家庭にとっては、初セックとなるため、 親族総出で盛大に祝われることも多い。特に家意識が強い地域ではその傾向が顕著である。5月5日が祝日であり、さらに前後に祝日を伴う大型連休期間中である。ため、ひな祭り以上に親族総出で祝われる。日本においては女性が田植えの前に汚れを払う再会を5月意味と呼ばれた。また、吹きごもりと称して5月4日には、 男性が戸外に出払い、女性だけが勝負やヨモギで吹いた家の中に閉じこもって過ごす、収族があった。オワリやイセラの吹きこもり例が挙げられているが、5月5日を女の家と称する風習は、中部地方以外にも四国地方の一部に見られる。近松門左衛門が晩年の作中で、5月5日のことを女の家と言及しているが、 これは女性がこの日に家ごもりする風習を指しているとされていて、この風習が少なくとも江戸中期に遡ることがわかる。一部の学者は女性の吹きごもりや勝負湯の目浴として中世以前から確立していると主張し、本来は女性にまつわる習俗から男児にまつわるものへと中世末期から近世にかけて移行したと論説する。すなわち勝負の節句は もともと女性のセックだったとする。また、5月4日の夜から5月5日にかけてを、女殿下と称し、家の畳の繁盛分ずつあるいは、家全体を女性が取り仕切る日とする慣習を持つ、地域がある。ちまき歴史、流球競争、および、ドラゴンボートも参照中国の単語説には、様々な禁忌が敷かれ、五色の糸で塗った小袋を身につける、ちまきを食す。 呂王子を顔に塗布する、もぐさそう人型にの束ねた人形や、勝負の剣を戸口に飾るなどの監修が行われ、流州系とが開催されてきた。単語説の由来の仮説としては、夏印集大の歴法で下士であったという説、5月を、悪月、5日を、悪日とという説などが存在する。中国で単語についての古い文献記録は、五巻末の王将による、 風俗道義であるが、単語と下詞にちまきを食する習慣が記される。また、進むの収書による、風土記にも記載があり、この時節には昼オに、ちまきを食べると記される。ちまきの言及こそあるものの、俗にちまきの考案者とされる屈言との関係については一切言及されていない。この五巻末の風俗道義には、五月五日、小あやぎぬの意図をもって、 肘にかけ、鬼を平気くれば、人をして、恩を山ざらしむと書かれている。日本には5月5日の人命を伸ばす、ご利益があるとされる、俗名あるとも称されていたが、引用に残るだけで、原尊の、風俗、道義は見えない記述である。中国で広く知れ渡っているのは、戦国時代の諏訪への家臣の屈言が、失意のうちに、骨落語に身を投げたの5月5日であり、 古代の人がこれを供養するのが単語説となったという演技伝説である。だが、この習俗が古代より取り行われたものかについては信憑性が疑われている。史実として屈原がこの日に受水自殺したことを裏付ける資料は何もない。だが演技伝説によれば単語説を屈原の命日として竹筒に詰めた米を備えていた。それが五感の初めの兼務の頃になって、 調査の亡人の夢に三匹大部が現れ、そのままでは、供物は、香料横取りされるので、これを役除けするためには、備えるもち米を、大地樹の歯で塞ぎ、五色の糸で負け、と指示したと語られている。この紀元説話は、俗祭回帰、あるいは南朝張の草林の、軽イ素災時期にも転載される記述であるが、これが数世紀前の館大に遡る伝説だという、確証はない。 島木と屈原の故事は、単語とは元来無関係であったと考えられる。隋の森高専による、軽素ソサイ期注釈本における交渉ではに変わるが、その当時の巷では、俗に5月5日のボートレースが、屈原の受水自殺にまつわるものと信じられているが、実は、春秋時代のご師匠にまつわるもので、屈兵とは完成ざるなりと断じている。そして、 五感の頃にはおそらく単語説にご師匠を祀っていただろうことを具体的な傍傷で指し示している。現在、中国語圏では流線説として手焦げ船の競争が行われ、屈原を忍んでの行事であるとされている。しかし、そもそも遺体を救うためにケイトするとされるのは、俗説に過ぎない。単語説について高く評価指示されたのが、聞き一チの単語候補か、 そして、功績の単語霊続詞に見られる諸学説だが、ケイトの起源についての見解はおののであり、以下の通り、年代なども相反している。キキイチタは、長江下流の五越の民族の高領除けの風習の延長線上にあり、彼らが竜を避けるために体に入れ墨をしていたことは記録されているが、同様に船にも竜をかたどっていたのだろうという仮説を立てた。 すなわち古代の五越民族の竜図、アグリスーハイよりの由来説であり、ケートに発展したのは戦国時代以前とした。これと似て、両純正も古代の百越民族の間で船に乗り水人を祀った行事がやがてケートに転じたととき、運動対卓より出土した銅庫の船形文様は、後にケートに使われた流線によく似ているとも主張した。功績は、 流州系統のルーツを総温泉の儀礼と捉えており、確率年代としては四道四尾をかたどった流州による流州系統は中東以後であると交渉した。こうした漁師の競争に関する考察については、近年では再検討が見られおり、文史らの築いた祖先のままでは、中国の実設祭についての理解は不十分で刷新が必要であると解かれており、また、 功績が主張するように、単語説のすべての行事が、非音、者のためであるとするのは受け入れがたいとも説かれる。軽素ソ時期注釈本が、5月5日の競争が、屈原よりもむしろご支書に関連すると解いていることは、すでに述べたが、さらに加えて、古史の光線が競争の習わしの回想であると、古七伝に記されたと付記する。しかし注釈者も、 つまびらかにすべからずとこの説に否定的で、近年の学者も信憑性は乏しいとした。今でも単語説に、勝負や朝鮮よもぎの束を真余けとして、戸口に飾る風習が広く行われているが、以下その削減について、及び薬草があり、薬刀、薬除けの風習についてもべる。薬草風呂をこの時節に浴びる風習は古い。前巻の大体来期末期に、 夏小生の城には、5月の5日に、乱を蓄え、目浴をなすなりと見えるが、この頃の、乱とは藤ばかを刺すというのが通説である。後生の勝負風呂は、この、乱の目浴の異風であろう。軽素祭時期には5月5日を、翼乱説と称すとあり、市民、波、もぐさの戯れ、再もぐさもひひととなり、検問古城も、浄読家も勝負あるるあるくずも、広し主と続く。すなわち、 四つの階級の民は、もぐさふみという遊戯にふけり、朝鮮よもぎで作った人形を門にかけて邪気を払い、勝負は刻むか粉末にして、酒に混ぜて飲んだ。また、祭時期ないし、祭時雑記からの引用として、勝負を小人や頃の形に彫刻して、これを帯びて壁邪したと、山道志向に見える。古代より、勝負は、効能がある薬草とされていた。 風俗通には、食せば長寿につながると説く。これらについては、現代日本においても、勝負やよもぎをの木に吊るし、勝負の束を浮かべる勝負湯に入る風習が残っている。カオルエン伝心町、単語風情、安藤民族博物館の単語祭韓国の単語は、タナと言い,い、旧暦の5月5日に行われる。この日に女性がブランコに乗る風習がある。朝鮮では、 単語は、旧正月、周遊、完食と並ぶ四大名説とされ、田植えと種まきが終わる時期に、山の神と地の神を祭り、秋の豊作を祈願する日とされる。李氏朝鮮時代には、男子は、シルム、女子は、クネを楽しみ、役よけの意味を込めて、勝負を煮出した汁で先発し、女子は、勝負の茎のかんざしを、男子は腰飾りを身につける習慣があった。 タンゴの伝統料理には、よもぎや朝鮮やマイボクチを練り込んで車輪の型で押したトックやユスラウメのファチェがある。2005年11月、大韓民国の公領ンゴ祭がユネスコによる人類の交渉及び無形遺産の傑作への認定を宣言された。このことを受けて、タンゴ祭の本家である中国のマスコミをはじめとする諸団体は、韓国起源の節句として、 無形文化遺産登録されたなどと猛反発した。さらに、韓国の報道によると、傑作宣言の5ヶ月前に、中国国内から湖北省で行われている自国の高領単語祭を、韓国の高領単語祭との共同で、世界文化遺産に登録しようという声が上がっていたが、韓国の学会から、中国の高領単語祭は、韓国の高領単語祭と、名前だけは同じだが、 完全に違うものと反発されていた経緯があるという。ベトナムでは、コムジウとジウネップというもち米の発酵食品が果物とともに祭壇に備えられる。また、別名、殺虫節とも言われ、この日に果物を食べると体内の虫が退治される、ともされ、農村部では樹木の殺虫対策を行う地域もある。宮頃もまた有名、タンゴヒョン、坂へ、たあり、 単語に、御境をかぶる。細くず含む風難、甲羅畳雪景。を含みて柔らかに、甲羅説を畳みてかるし。時典大所室、ろ等圧、著、大清し。よりして大するところ占めり、書に当たり手付けきたれば真摯。以内書長短、終身に正常。う、終身正常をにる。客中参考文献。ありがとうございます。